HD16175 は、アンドロメダ座の方角に、約196光年の距離にある7等級の G 型主系列星である。この構成は、双眼鏡以上の器具を使わないと見ることができない。2009年6月、リック1問題の視線速度法による惑星捜索計画で、太陽系外惑星 HD16175B が発見された。 パブリケーションズ・オブ・ザ・アストロノミカル・ソサイティ・オブ・ザ・パシフィック誌に公表された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100 ネームエクセワールズプロジェクトにおいて、HD16175 は、エチオピア連邦民主共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは、 国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、エチオピア国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD16175 ワブナ、 HD16175B は、アボールと命名された。これらの名称は、エチオピアの名産品であるコーヒーと、伝統的なコーヒーセレモニーに関連する言葉に、ちなんでおり、ブナはエチオピア語において、一般的にコーヒーを意味する用語で、アボールは、コーヒーセレモニーで行われる過程において1戦目に、出されるコーヒーを指す。ありがとうございます。